はい、まずはハイラルの大地にやってきました。前作のブレスオブザワイルドと同じように広い大地は健在です。もちろんね、そのままということではなくて、いろんな変化が起きてるんですけれども、今日それについてですね、お話ししてるとちょっと時間がなくなっちゃいますので、それはまた皆さんの目でお確かめください。そしてね、今作ではこの広大なフィールドがなんと、はい、空の上にまで広がります。ね、あの空の上の方に島が見えてると思うんですけど、これあの空島っていうふうに呼んでますけれどもね。でもね、こんなね高いところにある空島にどうやって行くんだって皆さん気になってると思うんですが、こうやって見てると、お、なんか上から落ちてきましたね。見えますか？あれは一体何でしょうかね。ちょっと向かってみましょう。はい、さっき落ちてきたもののところまでもう少しという感じですかね。はいはいはい、これですね。ここでですね、リングの新しい力を使います。降ってきたこの岩にこうすると、はい、登っていきますね。これはね、あの物の動きを逆再生できるモドレコっていう力なんですけれども、降ってきた岩を逆再生しているので空に登っていけるというわけなんですね。ほら、空島見えてきました。はい、パラセールで空島に向かいましょう。他にもね、空島がいくつか浮いてますね。ということで空島到着です。空島に上がる方法は他にもたくさんあるんですけれども、それは皆さんで探してみてください。はい、もう少し大きい空島に移動してきました。空島にもですね、地上と同じようにもうちょっと人工物的なものがあったり、木も生えてたりしてね、ちょっとあの黄色い木で、これあんまり地上では見なかったりする木ですね。ちょっと歩いてってみましょう。よっと、はい、あ、枝が落ちてますね。こういうのはね、どんどん取っていきましょう。あときっと役に立つんで、行ってみましょう。ちょっとなんか来ましたね。はい、こいつはね、新キャラでね、ゴーレムって言います。さっき拾った枝でね、戦ってみましょう。はい、よっ、あ、枝が折れてしまった。まずい、まずい、まずい、まずい。すかさず取ってまた止めて、はい、乗せましたね。はい、それでは引き続き進んでいってみましょう。少し空島を進んできました。でもね、さすがに枝では戦っていくのは心もとないですよね。しかもすでに枝は壊れかけてます。ではここでリングの新しい力2つ目です。この枝とそこの落ちている岩、こうすると、はい、くっつけることができるんです。即席のハンマーができましたね。これがスクラビルドといって、物をくっつけて新たな効果の武器を生み出すことができるんです。このオリジナルの武器でまたゴーレムに挑んでみましょう。今度は2体いますね。はい、あ、お、お、倒しましたね。はい、攻撃力上がってますね。さあ、やった。はい、さっきはね、枝が壊れてしまいましたが、武器の耐久力も増してますね。これを発展させていくと、アイデア次第で実にいろんなことができるんです。例えば武器同士も組み合わせられるので、この長い棒にもう一本、はい、この長い槍をですね、つければ、超遠距離攻撃ができる槍ができました。これならですね、敵に接近することなく遠距離から攻撃ができます。弓矢もですね、持ってる素材をくっつけて飛ばすことができるんです。例えばこの葉っぱとか、ね、これをくっつけて飛ばすこともできますね。こういったですね、氷系の素材、これをね、あのつけて飛ばすと、はい、遠くの敵も凍ってくれてパン、はい、非常に便利ですね。あとはそうですね、お、鳥が飛んでますね。皆さんも狩りをするとき、矢で狙うのなかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。私もね、もう最近もう動体視力が追っつかないんで、はい、全然当たりません。そういうときはですね、
これはですね、魔物を倒すと手に入る目玉の素材なんですが、これをつけて飛ばすと、はい、なんとね、目玉が追尾してくれるっていう効果があるんですね。もう一番狙ってみましょう。もう適当にこう、この辺ポーンってドドーン、ね、非常に楽ですね。まあこういった形でですね、組み合わせ次第で狩りも非常に便利になるんですね。縦にキノコをつけてみました。これね、意味あるのと思われるかもしれませんが、このキノコ実は煙だけと言いまして、これでですね、敵と戦ってみますよ。はい、縦で防ぐ。はい、煙が出ました。はい、相手がリンクを見失っているうちに、はい、不意打ちね、戦いが苦手な人でもアイデア次第でこんな風に簡単にやっつけられるんですね。前作では強い武器は強い敵をやっつけないと手に入りませんでしたが、今作では弱い武器でも何かと組み合わせると使い勝手の良い武器に作り変えることができるってことなんですね。こういったくっつける遊びは他にもありますので見てみましょうか。はい、空島には川が流れているところもあるんですね。まあ、向こう岸に渡りたいんですけれども、泳いで渡るにはちょっと川幅が広すぎるみたいです。なんでね、船が欲しいところなんですけれども、といっても周りにね、船らしきものはありません。なのでこのですね、丸太をちょっと持ち上げてくっつける。はい、もう一本いってみましょうか。これもよっと持ってきてバッとくっつける。はい、イカダのようなものができましたけど、これはウルトラハンドという新しい力です。くっついたんですけどね、これいつでも外すことができるので、ちょっとこう形を変えてみましょうか。はい、ね、こんな風にいつでもくっつけたり外したりすることができるんですね。で、これを水に浮かべると、まあ木なんでね、浮力があって水に浮きますね。はい、これで簡易的な船になりました。でもね、このままだとやっぱり進んではくれないので、推進力欲しいですよね。ということで、何かありますね。これちょっと叩いてみましょう。はい、何でしょう、これは。お、風ですね。風が起きます。これね、私たち扇風機と呼んでるアイテムなんですけど、これをですね、早速くっつけてみましょう。はい、ね、これもう一個つけてみましょうかね。よいしょ、ね、これでバランスよく、はい、つきました。さあ、じゃあ早速動かしてみましょう。えい、はい、進みました。風でね、スイスイ進みますね。扇風機も2つけたんで、あっという間に向こう岸にこうたどり着けますね。はい、つきました。以前ね、お見せした映像の中にも大きい車だったりね、空飛ぶ乗り物にリンクが乗ってるシーンがあったかと思うんですが、実はね、ああいった乗り物も最初からあるわけじゃなくて、プレイヤーが自由に作り出せるってことなんですね。ゲームの中で出会えるアイテムや素材も様々にあるんで、皆さんの発想次第で本当にいろんなことができるようになってます。ぜひいろんなものを作って、この世界を自由に冒険してみてください。はい、さらにまだまだ新しい力があります。ここに建物がありますけどね、見ててくださいよ。よいしょ、えっ、よっと、はい、屋根を通り抜けられました。これはトーレルーフという能力ですが、天井がある場所ならどこでも上の階層によっという感じで突き抜けることができるんです。はい、ちょっとね、ルールはあるんですけれども、可能な天井であればどこでも使えるっていうのがね、ミソなんですね。例えばここにね、洞窟があって、上にまあ丘がありますね。こういうところでまあこう使ってみるとですね、頑張れ頑張れ、よし、登れ登れ登れ、よっと、はい、上の丘に出てくることができました。
あの前作だとね、山を登るにはえっちらほっちら自力で登ってましたけど、こういう洞窟がある山だったら登らなくても頂上まで行けますし、例えば牢屋みたいなところに閉じ込められてもね、天井さえあればね、わかりますよね。はい、そういうことなんです。お、またあいついますね。あ、なんとか変な武器持ってますね。敵もね、物を組み合わせた武器を持っていることがありますので、バトルも一味違うものになってます。お、飛ばされましたね。なんかこう、うちわみたいなの持ってる。うわ、危ない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 。あ、あ落とされちゃいましたね。まあ仕方がないんで、このまま地上に戻りましょうか。こうやってね、空から一気にね、地上に降りることができるんですね。気持ちいいですね。まあこうやってね、空からは大地がこう見渡せて、まあこれが気になるなとか、いろんなところの目的地を探すことができますので、目的地が定まったら、こうやってスピードアップしてひゃーっと降りてって、これ下川なんでね、ドポン、はい、地上に戻ってくることができましたね。まだまだね、あれもこれも紹介したいことが山ほどあるんですけど、今日はこのぐらいにしておこうと思います。